さあどんどん刺しましょう。負けることをあまり恐れずにたくさん刺さないと勘はつかめませんから。負けになれろということですか？慣れてもダメです。負けが悔しくなくなったら勉強しなくなってしまうので。はい。どのくらい強くなればこんな悔しい気持ちとおさらばできますか？強くなってももっと強い人と当たれば負けます。そうすればやっぱり内臓がひっくり返るくらい悔しいです。ひどいじゃないですか。はい、いつまでも悔しいし、いつまでも苦しいです。勝った時以外は。強くなればなるほど負けた時悔しくなります。むしろかけた時間の分だけ負けると悔しいので、進めば進むほど悔しくなります。おい、ちょっと待った桐山。お前将棋やってて楽しい。たの、いかん。まあまあ桐山君、お茶でもいかがですかな。皇帝の裏の空き地で摘んだ鳩麦で作った鳩麦茶ですぞ。野口よ、自給自足って本気だったんだな。タンポポの根で作ったコーヒーもありますぞ。それも科学じゃなくてすでに農業だよ。僕ちょっとトイレに。おお、さすが鳩麦、利尿効果がこんなにも。桐山、早く戻れよ。